12月3日です。これビートの貯蔵です。なるべく雪が、降ってほしいような気もするけど、こいつが出荷するまではちょっと雪欲しくないっていうのが本音です。これね、このシートの中、絶対葉っぱ育ってると思うんだよね。どうなってるのか、ちょっと見えないね。多分青くなってます。これね、雪よけネットです。これをね、あの上に引いてあったんだけど、風でバタバタしないようにね、これちょっと一人で剥がしてるとめっちゃ熱くなって大変です。あとは今度タイヤをよけてテントをはぐる準備します。全部テント剥がしました。これね、今日はね、風がなかったんで、すごいやりやすかったです。雪もね、降ってなかったんで、結構剥がしやすかったんですけど、これ横面ね、側面ね、上はね、ちょっと育ってます。やっぱり育ってますね、これ。こんな感じで、やっぱりタッパーかけてないから少し育つのかな。シュレッダーの人たちのもね、やっぱりちょっと青くなってたんで、こんなもんなんだと思います。糖分落ちてなければいいけどね。こんな感じで、何本あるかな、これ。そんなにたくさんはないような気がするんだけど、7トンぐらいはねあるかもしれないです。